今リサは実家の方に来たんですけど、ルナさんが一目惚れしたワンコに会いに行きます。めっちゃルーに似てんだよね。最初はママが一目惚れした、ルーとピュアのミックスみたいな。そう、今からちょっと一旦会いに行っていきます。ユナリサ夫婦話しますよ。まだ数百グラム。こんにちは。ルーこんにちは。お店に来たときに400グラムだった。400グラム。ちっちゃすぎて怖い。怖いよね。うん、こんにちは。こんにちは。お腹ポンポンもすごいね。ルーちゃん気になる？ね？一緒に住める？ねえ。ルーちゃん仲良くできる？なんかすごい興味がありそう。え？ルちゃん？やんちゃです。足踏むのは好きですけど、分かりやすいのが前足触っていただくと分かるんですけど、嫌がらないじゃないですか。前足触って嫌がらない子っていうのは性格が従順です。こうやって手引いたりとか、やってくると、ちょっと気強いところが。そっか。どう？リサちゃんこの子。めっちゃ可愛い。可愛い。どうしようね。どうしよう。結構悩む、この子悩んでるのとか。色が珍しい。なんかそうなの。人気あります？問い合わせの三件四件ぐらいで頼んだ状況です。まだミニとかの。あ、出してます。出してます。可愛い。はい、またねーって、るちゃん。はい、もうなんかドスッピンなんですけど、新しくお迎えの準備のやつ。ねえ、いつもさ、ルーリュックだけどさ、うん、これもう意外といけるの。ずっとそれ背負ってんの結構きつくない？でもこれなんか斜め掛けできるじゃん。あ、そうなの。こうなるじゃん。2、3キロぐらい、2匹分必要になるのか、リュックが。後ろで抱えるかと。そうだよね。サイズ的にはちょうど良さそうだよね。あ、マジで？あのジェラピケの悩んでたやつは1万ぐらいです。それ買おうよ。ルージャンには見せないようにしないと自分の匂いつけちゃうかもしれない。抱えるまでは出さないですね。それは別売り。そのぬいぐるみは、これ別？あ、別ね。これ3000円。ぬいぐるみはいるけど、そこに入るからいい、いいよ。そうだよね、めっちゃちっちゃい。じゃあそれ買おう。だって女の子ですか。あ、それ待って、買ったやつやん。ルーが入ってくれないハウス。ルーケージ放し飼いじゃん、うん、あの子にケージを譲るんだったら新しいお家を買ってあげないとか。そっか、 いいな、楽しみだな。あと何日後？1週間後ぐらいに。肌治ったかな？ね、お腹カピカピ。カビカビだった？うん、ちょっとかぶれちゃってた。あ、そうだった。環境の変化で。毎日メッセージくれるじゃん。メッセージくれる、写真くれる。かわいいよね。かわいい。元気そうだよ。あれだけ買う。あ、オッケー。ユナリサ夫婦。来て、みちに来て。じゃあ、ち、やって、そう。見て。ずっとここにいるの。俺ら出かけるってかったから、あん中入れば連れてってもらえると思って。多分入ろうとしたんだけど入れなかったな。今日はあの新しい子のお迎え日なんですけど、うん、そうだからルーちゃんはお家で待っててもらおうかと思ったんだけど、え、マジどうしよう。ルーちゃんお留守番。ルーちゃんお留守番。じゃあ結構ほら時間長いからさ、契約とか落ちた方がまあ、ね、はい、ということで運転よろしくお願いします。ルーさんに関してはさ、初めましてじゃん。そうなんだよ。楽しみだよね。まあ、リーちゃんがまあ見に行ってくれてさ、うん、かわいいみたいな、ね、で、ルーともさ、なんか相性良さそうって感じ、うん、だったっていうのもあって、うん、まあ、俺は本当にね、直接見てはないんだけども、うん、この子っていう風にビビッとは来ちゃったね、うんうん、動画だけでも、はい、かわいい。今日初めて会えるワクワク。楽しみだったね、ずっと、うん、もう
契約して2週間ぐらい、そう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 、経ってるよね。もうそう、なんか2回目のワクチン終わってからがいいですって言われたのと、まあ、あとはその時ペットショップに来たばっかだったからお腹がちょっとねかぶれてたっていうので、それを落ち着かせてからのお迎えになったんですよね。ちなみに名前はほぼ確定してるよね。うん、けど、まあ、ルナさんもちゃんと実際に会ってから確定しようって言ったんだよね。会ってそう、なんかこう、こういう名前なんじゃないかっていうのが降ってこない限りはもう決まってるんで。なんかルーの時だって何候補かあって、初めて抱っこしに行って、あ、この中だったらこれだってなったもんね。そう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 、そうそうそう、懐かしいね、ルーちゃん最初買った時のことを思い出すよ。うん、いろいろやっとね、まあ、結婚式も終わって落ち着いたこのタイミングで、うん、はい、新しい家族迎えるということで4人家族になります。ワクワクがね、止まらないです。うん、まさかでもあの子供じゃなくてワンコをお迎えするとは思わなかった。それはそうだね。次の新しい家族はベビーかなと思った。まさかのワンコちゃん。次の信号左方向です。李先生着きましたね。出せる？いよいよお迎えということで組み立てよ。はいはい、入るかな、ちゃんと。オッケーオッケー。あ、いいね。よし。あ、いいねいいね。なんか虫虫おるよ。よしよし、行くか。行きます。楽しみ。今呼んでるからワクワク。あ、ちっちゃ、来たぞ。え、ちょっとすごいちっちゃい、かわいい、ちっちゃ、かわいい。こんにちは。あら、ちっちゃいね、かわいい。あ、尻尾ブンブンだね。どうだ、かわいい、こんにちは。かわいい、こんにちは。あんに、かわいい。かわいい。あ、触りたい。ちょっと、もう、我慢できない。はじめまして。え、どうだろう。え、どうだろう。かわいい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうだろう。かわいい。しっぽすごいね。ブンブン。ちっちゃい。これからよろしくねって。ちっちゃい。かわいい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。同じこと言う。かわいい。超かわいい。あ、脳が溶けちゃった。かわいい。ちっちゃいですね、本当に。え、だってさ、やっぱりルーちゃんを迎えた時もさ、うん、こんなちっちゃくなかった。ルーは1キロあったんですよ。もっとで、全然でかかった。うん、あ、見せ見せ。気持ちいい、ここら辺。気持ちいい。気持ちいい。ふにふに。かわいいね。ちっちゃいね。まつげ長いね。まつげ？眉毛じゃない、これ。これ眉毛。ビローンってすごい。それいいね。眉毛。かわいいね。ちっちゃいね。登録しないとご飯なし。ルちゃん、新しいルちゃんの妹が来ます。来ますよ。呼吸だって。呼吸。中にいるよ。いるよ。開けていいんですか？映ってる？映ってるかな。緊張の瞬間。心臓もバク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 。ルちゃん、行くよ。ルちゃん行くよ。妹だよ。ルちゃんの妹。妹だよ。ルちゃん、こんにちは。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 ルちゃん妹来たよ。ラミちゃん来たよ。ルの妹だよ。妹です。ほら、ルちゃん来たよ。ラビちゃん、こんにちは。え、こらこら。ラビちゃん、こんにちは。こんにちはだね。ラビちゃん、女の子だよ。女の子だよ。ルの妹、ラビちゃん、こんにちは。こんにちは。かわいいねって。ル、ルちゃん気に。
になる。これ。うん。ルちゃんの妹です。初めましてだね。妹だよ。ルちゃんの妹だよ。妹ね。まだちょっと怖いのルちゃん。キルはこの表情である。どうですか、ルー先生。決めまって、あいつ誰ですか。すごい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 。じゃあもう早速ね、ご飯食べてないからさ、ラビちゃんご飯しよう。うん、ユナリサなんだな。もう初めてのおやつ、うん、カミカミしてる。ラビちゃん食べてるんですよ。やってる感じしないけど、こいつ手でこんなのあげてたっけ。面白げてない。じゃあお座り、じゃあお座り、やばくない。待って待って、よし。ルちゃんは食べたよ。ルちゃん早かったんで食べたの。登録しないとご飯なし。はいはい、というわけで、はい、ちょっとね、だいぶ日数経っちゃったんだけど、はい、落ち着いたので改めて家族のご紹介です、はい、名前ちゃんと多分言ってなかった記憶が。まだ言ってないと思う。はい、はい、この子の名前は、せーの、ラビちゃんでーす。ラビちゃんです。近くで、はい、こんにちは。こんにちは、皆さん。こんにちは。新しくリュナリサ家に、住むことになりました、ラビノスケと申します。女の子です。女の子です、ね、ラビ子です、ね、ラビ子ちゃん、ラビちゃんです。そう、ね、ルーちゃんとは今ちょっとずつ、そう、ほんとちょっとずつ、はい、仲良くなってってるかな、はい、みたいな。この子が来るのはいやらしいんだけど、ルーからは近づきたいみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ仲良くなってってる段階ですね、うん。まあ、なんか最初の2週間とか来てから、ワクチンがまだ打ち終わってなかったから、もう舐めるのもダメだしみたいな、もう接触禁止で、なんかね、こっちも脅かしかったよね。早く出してあげたい出してあげたいと思ってて、最近やっとね会えるようになってきて、今4ヶ月まだだよ。6月7日生まれなんで、あとちょっとで4ヶ月か。4ヶ月なんだけど、まだ 700g しかなくて、ちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃい。ちなみにルーちゃんは 2.8 キロです。ちょっとお太りになられてます。ラビ4人分です。はい、2人とおとなしくてさ、はいね、なんか本当になんかルーちゃんは結構、うん、まあ、なんかワンちゃんうーって、うん、この距離でも絶対にダメなんだけど、うん、この距離だったら全然そんなにうーって今も見てもらえば分かるけど言わなくて、うん、自分からは行きたい、まあ、たまにラビがすごい勢いで行くとハッハッハッとかって言うんだけど、一緒にお散歩とか行ってるうちに仲良くなってってくれるかな、うん、みたいな。ちょっとずつですね。ラビちゃんっていうお名前の由来話しなかったと思うんだけど、この子が6月7日生まれで、女の子っていうことで可愛い名前にしたいなっていうのもあって、6月7日の誕生花がなんか喜びとか幸福を運ぶみたいな意味があって、でそれをフランス語とかにしてみるとラビだったの、うんうん、でルーちゃん、ラビちゃん、ラ行で揃えたいっていうのもあって、いいね、いいねってなってラビちゃんです。ラビちゃんルーちゃんもちなみにフランス語で狼って意味です。ルーラビカップルです。カップルではない、ルーラビ兄弟。兄弟ね、ルーラビ兄弟、男の子のルーちゃんと女の子のラビちゃん。めっちゃおてんばよ。というわけで、まあ、今後ね、うん、ルーちゃんも動画に出たりとか、うん、まあ、一緒にお出かけしたりとか、うん、っていうことも増えると思いますんで、うん、ぜひね、ラビちゃんのこともみんなに可愛がってもらえたら嬉しいです、ね。てかちっちゃすぎてさ、埋もれて見えてないのか見えてるのかわかんない。マジでリアル手のひらサイズ。全然極小チワワとかではなく、普通のチワワちゃんで、ルーと同じロングコートチワワのブラックタンホワイトっていうもの、うん、
こんなに似てる子いると思って。じゃあルイちゃんとやっぱのそっくりなんだよね。可愛いよね。でもやっぱ男の子っぽくて女の子っぽいとこがあって顔とかね。二人がなんかこうね、よくかって寝てくれたらいいなとか、ね、理想、理想、理想、一緒に丸まって寝てほしい。だけどやっぱ二人目はなんか意外となんかこう一人目の子と比べちゃってこう手がかかるなとか少し思っちゃったりするけど、なんかそれはそれでやっぱ可愛いっていうか、うん、なんか楽しいし新しい発見があるし、なんかルーのちっちゃい頃を思い出しながらまたなんか子育てをできてるのが楽しい。なんかあの全然人間の子供はいないくせになんかめっちゃもう子育てしてる気満々なんです。いや子育てでしょ普通に。リサたちにとってはもう完全なる息子と娘なの、うん、だってルーに関してはもう赤ちゃん帰りしてもう一回赤ちゃんになってますから、最近絶対に外さなかったおちいとかわざと外すようになりました。かまってほしいんだね。ごめんねルーちゃん。でもルーちゃんがいい子すぎて確かに手がかかんなくなっちゃってるごめんねルーちゃん、ね。まあ、はい、というわけで皆さん、ラビちゃん、これからも、はい、ルーとラビちゃんよろしくお願いします、はい、というわけで、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。